次はその唐津波の乗算アルゴリズムの1変数多項式編です。で、基本的なやり方は整数の乗算の時と同じです。その整数の乗算の時には、その桁で、上位桁と下位桁っていうふうに分けていましたけれども、1変数多項式の時には、その、次数が、なんでしょうね、例えば n 次の多項式があったら2分の n 次よりも高次の項のまとまりと定次の項のまとまりというふうにこうまとめることになります。例えば、今、ラージ n を2の n 乗としまして、それからですのでこれは、それからで f1、f0、g1、g0 がこの次数がラージ n より小さな多項式とします。その時に、そうすると fx と gx っていうのはそれぞれ、たかだか2の、n プラス1乗の多項式なんですけれども、例えば fx も gx もですね、これ、2の、n 乗より大きな項と2の n 乗、未満の項ですね。gx も、2の n 乗以上の項と2の n 乗未満の項というふうに2つに分けます。で、fx と gx を計算しようとしますと、これをその例えば f1g1 ですから、これ fx と gx のそれぞれ上位の次数の多項式の項の積ですね。それから f1-f0×g0-g1 と f1g1 と f0g0 の和にこの x の n 乗をかけると、最後 f0g0 をかけるという形で、その多項式の、その上位項事項と定事項を分けてですね、でそれぞれをかけたりして、この整数的にこの F と G の積を作るという仕組みになっています。一応、この一変数多項式の乗算アルゴリズムについては、アルゴリズムの形で書いておきます。一応、アルゴリズムの名前は唐津波で、ポリっていうのはポリノミアルですね。多項式用の唐津波の乗算ということで、こういう名前にしておきました。で、入力としましては、fx と gx ですね。で、ラージ n は2の n 乗としておいて、で、f1、f0、g1、g0 はそれぞれラージ n よりも g 数が小さな多項式、としまして、で、その、f1 と g1 はそれぞれ x のラージ n 乗よりも大きい項ですね。それから f0、g0 はそれよりも次数の小さな項という形で与えておきます。あと出力としては、fx と gx の積を与えるという形になっています。で、アルゴリズムなんですけれども、まずこれ倍分けするんですが、もしラージ n が1の場合ですね、すなわち、与えられた次数が 2次以下の場合には、通常の多項式の積を計算しなさいということにします。で、もしそうでない、それ以外の場合には、このまず ABC、この3ステップの多項式の積を計算しなさいということにします。で、このまず F1 と G1 の積、それから F0 と G0 の積、で、F1-F0 と G0-G1 の積ですね。でこれらはさらにですね、また唐津波のアルゴリズムに再帰的に呼び出すことによって、それぞれの積を計算しなさいということになりますね。で、その結果をそれぞれ変数 A と B と C に代入しなさいということにしておきます。で、最後の3番目のステップで、この2番目のステップの結果に対して、A×X の 2N 乗ですね。それから A プラス B プラス C かける X の N 乗プラス B というのを計算して、結果を返すという形になります。で、この計算量の見積もりもですね、先ほどの整数の乗算の時と同じような形で定理にすることができまして、で、ここでまとめたのがこの定理なんですけれども、そのラージ n を2の n 乗としまして、で f と g を、実数係数の多項一変数多項式として、それから f と g の実数が、n 未満の時ですね。で、この時にその唐津波の乗算による、f と
G の乗算の計算量、この場合はその実数上の四則演算の回数ですけれども、これがあの N のログ算上で抑えられるということが成り立ちます。はい、ということで、今回はですね、あの高速乗算法ということで、その唐津波の乗算アルゴリズムを紹介しました。で、まあ、その中で2つですね、唐津波の乗算アルゴリズムとしては、整数の乗算と、それから一変数多項式の乗算のアルゴリズムについて紹介しました。で次回が、まあ、この授業の最終回になりますけれども、次回は高速乗算法のもう一つの方法として、その高速フーリエ変換を用いたの乗算法を紹介します。でその中では、まず、離散フーリエ変換と呼ばれる計算について、紹介しまして、でそれからの高速フーリエ変換の話をしたいと思います。で最後に、この、高速フーリエ変換を用いた、一変数多項式の高速乗算法について述べたいと思います。ということで、また、あと残すところ1回になりましたけども、よろしくお願いします。それでは、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。